暗号通貨ニュースでございます。今回はヤフーのトップページにも掲載されていたんですけども、コインデスクジャパンからの報道ですね。なんと香港が暗号資産投資への税制優遇を検討ということですね。まあこれ検討したってことはそのまんま適用されると思うんですけども、香港ってのはね、あのシナ、中国の領土なんですよ。中国は基本的にビットコインをはじめとする暗号通貨、これ使用禁止してるはずなんですけどもね。でもここに来て香港に例外的にこういった検討を始めたってことは、おそらくアメリカのトランプ大統領がビットコインをはじめとする暗号通貨にかなり好意的で、この暗号通貨におけてですね、先進的な市場を取ってしまう、アメリカ主導のマーケットを作ってしまえっていうところに反応したんではないかなと思いますね。まあ今ね、戦争といえばドンパチするような冷戦みたいなもんではなくて、こういった経済とか食料とか情報とか医療とか、こういったもので牽制し合うのが今の新時代の、まあ勢力図なのかなと思いますよね。まあ剣やミサイルで相手の土地を奪ってしまえっていうよりも、こう経済を握るとかね、その他医療を握るっていうことにおいて世界を支配する形に、テクノロジーや歴史に合わせて人類も変わってきたのかなと思います。ちょっと話題がね大きくなりましたけども、この香港の暗号通貨の優遇制度っていうのは、まあ、日本にも波及するような気がしますけどね。どちらにしましても今後もビットコイン、暗号通貨、マーケットにお金が流れ込むことはまあほぼ決まってるんじゃないかなと思います。いかがお感じでしょうか。皆さんお疲れ様です。